皆さんこんにちは、三崎奈々です。トヨタ吉木です。トヨタマリターンズ CP プラス2023、動画で絶賛。私たちは今こちらお品ブースに来ています。先日発表された話題の新製品と人気レンズをトヨタマらしくネチネチサバサバとご紹介します。こちらに参考出品ですね、発表されたばっかりの参考出品のレンズを並べていただきました。はい、すごい個人的にすごいと思ったのがこのキヤノンの RF マウントに対応したレンズです。おそらくちゃんと公式で対応するのは史上初のサードパーティー製のレンズになります。しかも電子接点付きなのでイグジフにデータがちゃんと残りますし、おそらくキヤノンの AE や手ブレ補正もしっかり効くと思います。で、明るさはなんと驚異の F1 です。人間の目と同じ明るさなので、これ今までにない世界の写真が撮れると思います。作りもめちゃくちゃしっかりしていて、この光作精度の高さはもうさすがコシナといった感じで、もう狂気を感じる仕上がりになっています。次にこれ多分皆さん気になっていると思うんですが、富士の X マウント用の F0.9 のレンズになります。焦点距離は 35mm ですね。 F0.9 で電子接点付きっていうのはこのレンズしかないので、すごく魅力的に感じます。作りもやっぱりいい、これはやっぱコシナだからっていう感じがします。絞りの動作も非常に美しくて、もうこれ見てるだけでお酒飲めますね。あと今この時代に出てきたニコンの F マウント用のレンズになります。しかもカニ爪がついている、これはフィルムのユーザーからデジタルの一眼レフまでこういったレンズを待っている人は多かったと思います。スペックは 55mm の F1.2 になります。やはり電子接点付きなのでイグジフもデータも残っているので管理も簡単です。こういった最新のレンズが出てくるというのはすごくいいことだと思います。最後なんですが、個人的にめちゃくちゃ気になってても欲しい1本、ウルトロンの 27mm F2 になります。まあ、画角換算でいうとだいたい 40mm ぐらいの画角になるはずなんですが、富士のこういったクラスのレンズって若干設計が古くて個人的に気に入ってないので、このレンズの登場は待ちわびていました。もう今すぐにでも持って帰りたい1本ですね。もちろん電子接点付きなので手ブレ補正はもちろん AE が動きます。ちっちゃくて軽くて本当もうめちゃくちゃ欲しいですね。すごいちっちゃいですよね。でも全部どれも作りがすごいしっかりしてて、でかっこいい。こちらのレンズ、このコシナのブースで実際にご覧いただけます。ぜひ皆さん遊びにいらしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日の目玉、私の目玉はね、コシナの目玉、これニコン F マウントの55の12、 F マウントですよ。今この Z の時代に F マウントのレンズを新しく出すっていうね、たらこうするおかしいんじゃないかと思うよねぐらいの勢いで言っちゃいますけど、今までニッコールは55の12で接点をつけることができなかった。これコシナがやってしまった。さっき秘密を聞いてきました。かしめ、レンズをかしめてちゃんと止めてある。でもメンテナンスを無視みたいな、なんかもしかして壊れちゃったらこれと交換しなきゃいけないぐらいの勢いで、すごい精度の高い工作をしてる。でもこれができるとは思わなかったですね。ニコンの人に55の12で、いわゆるこれ P タイプってやつですね、接点がついてるから、これができないのかずっと言ってたんですよ。できちゃう、やればできるじゃんって。オリジナルの方ができなくて、なんでコシナができるのか、そういった意味では、これは欲しい、かなり欲しい、一番欲しい。で、しかも再び F マウントに光を、まあ、Z もいいですけど、Z のやつもいっぱいあるんだけど、はい、はい、OK です。OK ですか？で、はい、そういうこと。ありがとうございました。あ、もうって帰んない、もうって帰んない。深い愛でした。ありがとうございました。そして山組さん、どれですか、どれですか。ずい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 。私はこれです。短めに。はい。やっぱりRF マウントっていうのがまずすごいし、いや第一弾何で出してくるんだろうと思ったら、ねえ、そしたら RF マウントにはない50の 1.0 を出してくるって、この辺の結構あの喧嘩売ってるところがね、すごく好きですね。そうで、これ、ね、触るとね、めちゃくちゃな作りいいんですよ。これね、触ってるだけで楽しい。
こういうレンズをやっぱり残してなんかね、すげえなというふうに思います。つまんない、はい、はい、タイプで意外と小さいんだよね。うん、いやこれね、いいな。さて、あ、持って帰る、買ってください。